るとちょっと嬉しいですよね。ねえ、鬼塚来たか、来ました、来た、ナイスバーディー、左から入った、鬼塚もこれで2アンダー。このバーディーの意味は本人もね、はい、分かってます。お、来ました、中野来た、見事なバーディー決めてこれで2アンダー。これは大きいね、トップグループ、ね、勝負どころ、あ、来た、画面再び17番です、セカンド地点、なんかアイアン持ってるんで刻むんですかね、レイアップか、どうしようかな、レイアップしそうですけど、ウッドも持ってますね、なんか悩んだまま打ってほしくないですね、もう決めて、悩ましいですね、はい、アイアンか、左のバンカーは140で入らないですよね、左のバンカーは入りません、あ、結構刻むんですね、140で入んないですよねって言ってるんで、はい、3打目勝負でバンカーを、バーディーを狙う選択肢か、中野、狙って欲しかったな。昼ご飯の時ね、キャディーの話が出てましたけど、はい、いや僕がね、キャディーをやったらどうか、これ左の傾斜の影響ってのはあるのかな、ピンの左に打った時にパーッと右に戻って、あると思います、この位置は多分、あーって言ってますけど、でも傾斜に、あ、これいいんじゃないですか、寄ってくるよ、はい、寄ってくる寄ってくる寄ってくる、おー、まずまず、うん、まずまずか、トップに追いつけるか、中野ちょっとオーバーしてほしいですね、しっかり打てるかどうか、はい、どうだ、ラインはどうだ、来たか、来ました、来ましたよ、追いつきました、中野、来そうな雰囲気はありましたね、ありましたか、ほとんど同じだね、うん、あ、中野選手です、多分早いからね、打つの、中野選手から行きます、中野選手から行きます、おー、これは、これは近いよ、ワンクラブぐらい、いやー、これは素晴らしいショットを放ちました、右手上げてました、ね、本人の中でも手前から行こうとか、いやー、もう完全に修正してますよね、うん、まあ、今林がありますけど、林の中でも例えば今日ピンが左だったら狙えるんであればラフは OK にした方がいいですよね、なるほどね、そうですね、ちょっと気があるけど、こう得れそうな、普通に打ってる感じがする、残りが148ヤードでした、おお、おお、きた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 、素晴らしい、これはナイスリカバリー、はい、はい、そしてこれから鈴木です、トップとワンストローク差、鈴木、さあどうだ、おお、おお、これは来たか、来たぞ、来たぞ、いやー、うわー、来ました、ありがとうございます、帰ると思いました、いやー、これはスーパーショット出たね、これすごいよ、すごいすごい、ちゃんと、ちゃんとゴーって言った黒川さん、黒川さんのおおおみたいなのは聞こえてきましたけども、入る入る、何とも言いました、はい入ってもおかしくなったですね、ね、はい、あー、すきやー、あわやホールインワンかという、10万、3万円ぐらいあげたいね、もうちょっと目玉みたいな感じですかね、うん、あれ、そうか、勝利、はい、悪かったね、おお、おお、いやー、わや、チップインかという、今ね、ラインめちゃくちゃ悪かったですよ、うん、手前持ち上がってて、これ結構ね、うまく打った方なんですよ、ただやっぱ球も上がらないし、スピンもかからないから当たるしかないよと、残り距離が119ヤード、これはもう、飛んでますよ ねめっちゃ狙えるぐらいのところに結構強めのフォローですね、あーチングかその下のバチとかそういうやつかもしれないね、あどうだ、少し右から、おお、十分ですね、現在単独トップ入れれば5アンダーまでスコアを伸ばします、来た、すごい、いやー、強い、強い、これは大きなバーディー、ここ一番
さん、これは鈴木ですね。これ結構でも勇気持ってますね、はい、自信があるのかもしれないですね。かなり後ろがねちょっと近いんですけど、私はちょっともう本当これこうなったらもうちょっと出すだけを、私はですよ、苦手なんで出すだけを選択します。しかも左足はバンカーなんか右足はバンカー外ですね。ね、ユーティリティ持ってますからね、はい、おお、うまいですね今の。自信あるんですね、おーおーおーおお、わあ素晴らしい、すごい、これは拍手、いやいやいや素晴らしいねえ、うん、左足中右足外だったのでちょっとこう角度つけて入れやすかったんですかね今ね、クラブに。いやでも左足下がりですよね、ボール左足下がり、はい、私も全然怖くて嫌ですよねまた私52度ぐらいでちょんって出しそうですか C 選手が残りが132ヤード、はい、右のラフからのセカンドショットです。うん、これはいい感じで、おー、ピン寄っていってますね。おー、絡んでいきましたね。まだわかんないですよね。多田さんがね、グリーン止まらなさそうな雰囲気だったんで。そうですね。さあ、左手前のバンカーからのこれから4打目になります、星川です。トップと1打差、追っているこの星川。に入れちゃうぐらいの気持ちでね、打っていってほしいですね。どこまで行くか。あ、寄ってきました、ナイスバンカーショットでした、うん、これは素晴らしい、はい、今年の第2戦で優勝しています涌井、連勝なるか、うん、17番のティーショット、打ちますね、そうですね、ちょっと右ですがバンカーを越えていますね、はい、足がどうかな、涌井選手のボールはどこだ、もう打ち終わったっぽいですね、あ、これですね、先に打ったんですね、はい、あ、でもいい感じですね、はい、さあ涌井のサードショットです。これ本当勝負の分かれ道になりそうですね、うん、はい、台はいい感じですね、コンタクトも良かったですよ、まあ、あのライからだったらね、そうですね、はい、はい、OK だと、はい、まあ、あそこで本人もいいと思って打った感じがしますよね、うん、さあ涌井のこれからパーパットになりますが、ただね、本人打ってきたところなので、それをよく見てたらね、はい、超えてるとラインが分かりますからね、わー、沈めてきました、ナイスパット、これは結構ね、構えるのも早かったですね、早かったですね、うん、今のパットで結構こう自分によしっていうのがね、なったんじゃないですかね、そうですね、これ見える、うん、ちょっとピンが見えるのか見えないのか、そのまま少し引いてみると、あーっとかぶってきますね、うん、上を行けるのか、それとも左から行くのか、といってもつま先上がりですから、これでスライスかけるのは難しいでしょう、はい、うん、お、乗せてきましたね、お見事ですね、素晴らしいですねこれね、ナイスリカバリー、坂口選手はあの中野選手と仲が良くて、はい、うん、昨日一緒にご飯行ったんですよね、はい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 、まあ面白い、面白い、あ、面白い、どんな話するんですか、話が合うことはないじゃないですかね、やっぱり年も離れちゃってるんで、おー、まあ、まあ本当に面白いですよ、話が面白いのにゴルフはえげつなかったですね今ね、さあバーディーパットです、おー、ど真ん中から入れてきました、坂口選手、いいじゃない、あの今の軽いフックもしっかり読めてましたね、読めてる感じでしたね、うん、さあ10番ホールにやってきました、10番ホールのセカンド地点です、鈴木千佳子選手のセカンドです、残り147ヤードです、はい、ありがとうございます、お、乗ってきました、そしてピンに向かってる、お、入るか、ん、おー、舐めてきましたね、さあ、そして注目はこの3アンダー手塚雅美選手、これをなんとかもうピン筋に攻めていきたい、どうでしょう、音は良かった、ピン筋だ、止まれ、うん、うん、攻めました、いいですねこれ、いいですね、チャンスじゃないですか、いやー、これは4アンダーがもう一人出るのかどうなのか、これは本当はこういう日は勝っておきたいでしょう、はい、ああ
ーバンカーだったんですね。単独トップの福岡春の選手の4打目、うん、ナイス。これはナイスでしたね。上手じゃないですか。はい、そうですね、下ってるんだけど、ちょっと最後受けてるね、感じが。さあ、そして藤川はこの位置からのバーディートライになります。おー、ナイスバーディー、ナイス。捕まえるのはそんなに難しくはないと思うんですけどね、あとはだから距離感ですよね、こういったところに落ちてくればコロコロ転がって寄ってくると思います。あとはどこにキャリーするか。ボールはね、少し前に行って、ね、ナイスですね。いいところ、それなりにこう自分で考えた通りに打ててたらこのスコアになってきそうですもんね。さあ、かなり距離がありましたね。鈴木のサードショットを寄ってきました。今日一番寄りましたね、これ。ナイス、ナイス、バーディーチャンスです。かなり右から風が強くて、はい、そうですね、ここ少し右に出していきたいところですね。いいところから放送席、残りが105、はい、右からのフォローが強いですね。強いですか。さあ、そして鬼塚です。このピッチングとか9番持つクラフで右からの風強いときって打ちにくいですね。しかしここは寄せてきました。バーディーチャンスにつけています。ナイスですね。はい、距離ありますね、離れてる、はい、はい、のバンカーは少し嫌ですね。はい、さあ3アンダー、山下選手、トップの山下、235ヤード、235。さあ、これかっちり当たると来るよ。来るか。おお、捉えてきました。素晴らしい、山下。これはすごい。現在トップ17番でグリーンを捉えました。イーグルチャンスということになりました。さあ、ここでちょっともう一打差つけるとかなりね有利になりますよ ね、 すね。パー5で2オンに成功しています。トップの山下がグリーンを捉えています。さあ、17番ボディでした坂口。嫌ですね、この打ち下ろしのアゲンストってめちゃくちゃ嫌ですよ。そうですよね。行くか、ついについに行くかな。右向いてますね。行くかな。行ったね、行きましたね。来ましたか、ちゃん。おー、来たかっちょい、来ました。行ったね、来ました。狙ったね、狙ってましたよね、今ね、狙ってたって言われてたけど、向いてましたもんね。向いてる、向いてる、いや、ね、素晴らしいじゃない、ちょっと泳がされたけど、でもかっこいい、勇気がかっこいいね。そうですね、最後見せてくれましたね。成長してるんじゃないですか。